ニュージーランドの北島と南東とを結ぶ連携線 HVDC インテルアイランドの設備。交流と直流との間の変換を担うサイリスタバルブが映っている。連携線とは、ある電力系統と別の電力系統との間を結ぶ送電設備を言う。発電所、変電所、負荷を電線路で結んだ巨大な電気回路を電力系統と言う。連携線がない場合、 各電力系統は電力を常に自給自足していなければならない。何らかの事故により電源が電力系統から突発的に脱落した場合や気象の急激な変化により需要電力が急増した場合であって電力系統内の電源では供給力が不足するとき電力の自給自足を達成するためには一部の負荷を強制的に遮断することにより 需要電力を引き下げざるを得ない。これは停電の発生を意味する。ある電力系統で供給力が不足した場合でも、隣の電力系統に十分な供給力があるとき、隣の電力系統で余分に発電し、供給力の不足する電力系統に電力を融通することにより、停電を回避することができる。そのためには、両電力系統の間に連携線が必要である。 連携線は、上述した停電の回避の目的のほか、様々な目的の送電に利用される。例えば、連携線があると、ある地域の電力系統で需要される電力を賄う、電源を電力系統の異なる別の地域に建設することが可能になる。また、様々な電源を限界費用の低いものから順に使用することが、電力系統の垣根を超えて可能になる。 周波数を同じくする二つの電力系統間は、交流の送電線により結ぶことができる。これに対して、周波数をことにする電力系統間の連携は、交流を直流に変換し、さらに直流を別の周波数の交流に変換することにより実現する。周波数を同じくする場合も、技術的な理由や経済的な理由で直流連携を採用する場合がある。 日本では2016年4月以降各地域の送配電網を管理する一般送配電事業者が各地域の電力系統の運用になっている。日本列島には一部の離島を除くと10社の一般送配電事業者が運用する10個の電力系統があり、そのうち沖縄電力が運用する電力系統を除く北海道、本州、四国、 九州の九個の電力系統は、隣接する、もの同士を結ぶ、連携線によりつながっている。電力広域的運営推進機関では、一般送配電事業者の供給区域間を常時、接続する2 5 0ブル以上の送電線、高直変換設備を、地域間連携線と称する。地域間連携線は、次の表の通りである。国境をまたぐ、 連携線を国際連携線という。1915年、デンマークとスウェーデンとの間のエレスンド海峡に海底ケーブルが完成し、これにより、デンマークではスウェーデンの水力発電所で発生した安価な電気を利用できるようになった。以降、ヨーロッパでは陸上に、また海底に多数の国際連携線が建設された。2008年にはノルウェーから 国会の底を張って約 580km 南下し、オランダに上陸する当時世界最長の海底ケーブル、ノーンドが運転を開始した。2021年にはノルウェーからイングランドまで約 720km のノースシーリンクが運転を開始した。カナダとアメリカ合衆国との間には多数の国際連携線があり、水力発電が盛んなカナダは、 アメリカ合衆国に電力を輸出している。2021年現在、日本には国際連携線は存在しない。連携線。コトバンク。2021年3月19日閲覧。電力系統。電気専門用語集。一般社団法人電気学会。2021年3月19日閲覧。加藤正和。 日本の電力系統。電気設備学開始八百三十五から八百838、土井、10.14936、土十五点八三五奈良、高一電力自由化と、系統技術、新ビジネスと、電気エネルギー供給の将来。社団法人電気学会。p 十八 a b 電力広域的、運営推進機関。電力需給及び、 電力系統に関する外況、2019年度の実績電力広域的運営推進機関 p22https://www.occto.or.jp/.houk-youk-us-h-o スラッシュ2020スラッシュファイルスラッシュ dnr yok-you-jyou-k-you-you-n 千秋霧に十万八百五 pdf ハットカヤザーアーンマイヤーギャンヘンリクザワールド エスワースとローケーテッド、ニュークリアパワープラント、デニッシュ＆スウェリッシュクロス、ボーダー、パースペクティブズオン、ザバースバック、ニュークリアパワープラント、ジャーナルフォーザヒストリーオブエンバイロメント＆ソサイティー、三、七十一百五、ドイ、十点一四八四、j アズ、五点一一六七九五。ありがとうございます。